hiroshi hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world today's story is about a very mysterious artist shara ku wikipedia writes as follows ukiyo-e pictures of the floating world is a genre of woodblock prints and paintings that flourished in japan from the seventeenth through nineteenth centuries it was aimed at the prosperous merchant class in the urbanizing Edo period, 1603 to 1867. Among the popular themes were depictions of beautiful women, kabuki actors, and small wrestlers, scenes from history and folk tales, travel scenes and landscapes, flora and fauna, and erotica. Toshusai Sharaku, active 1794 to 1795, was a Japanese ukiyo-e print artist known for his portrait of kabuki actors and small wrestlers. Little is known of him besides the prints he designed. Neither his true name nor the dates of his birth and death are known. His active career as a woodblock artist spanned 10 months. His prolific work met disapproval and his output came to an end as suddenly and mysteriously as it had begun. His work has since been recognized as some of the greatest in the ukiyo-e genre. Nazo no ukiyo -e SHI それが皆さんご存知のラ楽です。いろいろな説がありますが、ラ楽がどこから来たのか、誰なのか、どこへ消えたのか、実際のところ誰も知りません。わかっていることは彼が10ヶ月の間にわかっているだけでも145枚余りの浮世絵を残したということです。1ヶ月に15枚、2日に1枚の割合です。今日はラ楽を ダビンチ方式で検証しししてみることにしました一見して精緻な絵と分かりますがどこまで精緻なのか検証してみましたが驚きました髪の毛などは1ミリの3分の1から2分の1の太さで描かれていることが分かりました筆で描いた絵ではありません版画ですつまり一度木版つまり彫刻紙がですね版木にしてから印刷したものです 私も若い頃、浮世絵をあちこちで買い求めたことがあります。広重や歌丸を中心に買い集めました。が、版木というのは、100枚とか200枚とか印刷している間に、版木そのものが水、水分を含んだり、乾燥したりして、伸びたり、縮んだりしていきます。つまり、印刷時に色や線にズレが生じていきます。浮世絵を買いを求めるときには、このズレを見ながら買います。 大きくずれているのは、つまりそれだけ価値のないものということになります。が、社楽の浮世絵にはそれがありません。どれも初版そのもののように、色と輪郭がしっかりと一致しています。これはあくまでも私の直感ですが、それを見たとき、私はこれは木版ではないのではないかと思いました。あるいはどうしてこうまで出来の良い、 浮世絵だけが残っているかということにもなります。で、細部まで拡大して調べてみると、シャラクの場合、先ほども言いましたように、髪の毛などは太さが1ミリの3分の1から2分の1くらいしかないことが分かりました。木版ですよ。手摺りですよ。手彫りですよ。相手は木ですよ。仮に掘ることができたとしても、インクを含ませた段階で折れるか、コ度を失ってしまいます。 細ければ細いほどそうです。爪楊枝の先に水をつけ、それを軽く上から押さえてみてください。爪楊枝の先は、ふにゃふにゃと簡単に折れ曲がってしまいます。で、後で、豊国の描いた、描いた、浮け負と比較してみますが、正直さという点では、豊国でも写楽にはかないません。ここではあくまでも疑惑ということにしておきますが、 シャラクの浮世絵は本当に木版画なのでしょうか聖地というより聖地すぎます。検証している段階で疑惑が大きく膨らんできました。で、今日は数字に注意しながら私の動画をどうかご覧になってください。浮世絵を1 2分の1、4分の1、8分の1というように分割し、そしてそれぞれを拡大してみました。 結果はご覧の通りですが、中には微妙な村まで表現したものもあります。汚れかもしれません。インクの付け方でそのようになったとも考えられますが、もしこれが版画による印刷であるとするなら、版画ではモヤモヤとした模様まで表現するのは不可能かと思われます。さらに、一本の髪の毛にしても、一本の線ではなく、線を書き足しながらつなげているのがわかります。 またそれを版画という彫刻で表現してあるのです。謎が謎を呼びます。ここでは結論は出せませんが、写楽はダヴィンチ、レンブラント、さらにはブーグローと同じように十分疑って見るべき画家ということになります。エイリアンたちは人間生活の中で活動するためには資金が必要でした。活動費です。そのため絵画や彫刻を売って活動費を稼いでいた。 というののが私の仮説です。芸術家という職業はそのため最もうってつけの職業だったということになります。人間という、まあ、人間とですね直接な接触を避けることができます。そういう意味で芸術家というのは、まあ、ここで言いますように格好の隠れ身のだったということです。写楽がそうだったとは今の段階では分かりませんが先にも述べたように十分疑ってみる。 価値はあります。最初は軽い気持ちで調べ始めたのですが、調べている過程で疑惑がどんどんと膨らんでいきました。この動画を通して、その疑惑を皆さんと共に共有できれば嬉しいです。で、今、その髪の毛を見ていただいていますけども、 こうした髪の毛がですね、写楽の版画には残されているということですね。この太さがですね、まあ、0.3ミリから0.4ミリ、1ミリの半分以下なんですね。あるいはもっと細いかもしれません。そしてよく見ていただくとわかりますように、1本の線で描いてある。あるいは1本の線で彫刻して表現してあるのではなくてですね、途中途中で何本か書き写しながら、先へ先へと伸びています。そして枝分かれしているところもあるんですよ。 この幅にしても1ミリないのではないかと思います。そんなところにこんな彫刻がしてあるということですね。そして輪郭がですね、しっかりとまあ捉えられているということですね。色のズレ、まあ、はありません。で、こんなことが本当にこう彫刻刀を使って表現できるかどうかという問題なんですね。で、もう一度まあ検証していますけども、さらに検証していますけども、これは別の絵なんですけども、かなりですね、えー、解像度の高い、レゾリューションの高い、まあ、絵,絵が 手に入りましたので、これを使ってて調べてみますで今、この黄色い枠、右上ですね、2分の1、そして4分の1というふうに、どん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 分割していきます。まあ、縦はですね、縦は38.1、そして横が22.9という数字は分かっていますので、それを基準にして、こうしてまあ分割していくわけですね。まあ、大首へと言われているものです。シャラクは2種類の大きさの、まあ、版画を残していますけれども、まあ、その中の大きい方ですね。でこうしてまあ どん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 分化して、これが32分の1になります。で、さらに分化していきますと、128分の1という、まあ、小さなものまで分化できるわけですね。で、この部分を拡大してみます。まあ、あのー、この辺がまあ解像度の限界になるわけですけどもね、こうして拡大してみますと、まあ、線、横の線を見てください。128、まあ、 まあこの中央の四角、長方形がまあ3ミリかけ一1 8ミリなんですね。3ミリですよ。縦がね。そして横が1.8ミリですよね。2ミリないんですよね。そしてその横の線を見てくださいね。この幅がですね。 まあ、見たところ、まあ、太く見ても0.3ミリですね。ひょっとしたら0.2ミリ前後かもしれません。いわゆる 1, 分1ミリの5分の1ということです。こんな線がですね、きれいにもなってますが、機械彫りしたかのように均等に並んでいるということですね。まあ、人間技ではないということです。そして先ほど見ましたように、こうしたムラがわかりますかなんとなくムラが出てますね。これは、あの、インクのつけた時にこういうムラを表現したのか、あるいはその汚れなのかわかりませんけど汚れなら,ばならばね、全体に広がっているはずですからね。すなわちこれはまあ で表現したということですよねあり得るでしょうかってことになるわけですね。もしこれがまあ意図的に版画で表現された汚れでと言いますか村であるとするならばですねで豊国も精緻な版画で知られていますけどもまあこれもこの豊国と比較していますこの耳の上の髪の毛ですねそして同じようにまあどん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 分割していきますで まあただ、豊国はですね、先ほどの絵のような、まあ、高精細といいますかね、ハイレゾルーションの版画はといいますか、写真は手に入りませんでしたので、まあ、途中で、まあ、ややぼやけてきますけども、この部分ですね、中央の耳の上のあたりです。このあたりに、細いカメラが表現してあります。で、このあたりをまたあの拡大していますが、この大きさが16分の1ということになりますね。全体の16分の1です。そして、さらに、まあ、今言ったこれが16分の1の大きさですね。 でこれ、さらにこれがその2倍の、2倍のとか4分の1の1 32分の1ということになるわけです。で、この大きさが32分の1なんですね。で、先ほどのラク、まあの絵と、まあ、同じ縮図32分の1の部分と比較しています。右がラクで左が豊国です。で、こうしてみますと、やはりこう、ラクの方が、なんて言いますかね、見た感じでも3、4倍は精緻なような気がしますね。ただ解像度の問題だけではなくてね、まあそんなところも注意して比較してみてください。 ラ、まあ、楽がいかに、まあ、精緻な、えー、こうした線を、まあ、書き、そしてそれをですね、彫り師が掘ったか、掘ったということになるわけです。まあ、あの、浮世というのはね、彫り師する人がいろんなあの職業ジャンルに分かれてましてね、そしてそれぞれの人が、まあ、反応していくというような形でですね、あの、なんて言いますか、あの、分業をしてたんですね。絵を描いたのはラ楽ということになるわけですけども、じゃあ掘ったのは誰かということになるわけですね、まあ。こうして彫刻刀を使って掘っていくわけです。そして先ほども見ましたように、この 半木っていうのはですね、半木っていうのはですね、水を含むとすぐダメになってしまうんですね。ダメってことは膨らんだり縮んだりして、あるいは柔らかくなってしまったりして、あるいはあの、こんな爪楊枝、爪楊枝でちょっと実験してみたんですけど、右をですね、ちょっとあの、水につけてみました。で、ちょっとしばらく、そうですね、1、2分置いて、まあこうしてみたんですけども、やはりふにゃふにゃになっちゃうんですね。ですから、あの、半木として使っても、やはりそんなに、 たくさんの枚数は忘れなかったものと思います。まあ、これが残っている範囲ですけどもね、こうした範囲で、まあ、皆さん考えてみますか0 3ミリから0 4ミリですねの、まあ、髪の毛を表現することが可能かどうかということです。シャラクの謎はますます深まってきたということですね。謎の画家、シャラク、日本にもこんな画家がいたんですね。大変な驚きです。ということで、まあ、続くビデオをどうかご覧になってください。世界の中の日本ということで理解していただけるものと思います。Bye for now!